最近醤油ラーメンにハマってきました。なおなおプラチナミカでございます。どうもお客さってありがとうございます。ということで本日もやっていきましょう。倉庫脇村マスター復讐編。前回はね、まあ、あの復讐編のねタイトルの意味が分かったところでね、本日も続きやっていきましょう。いや、まあまあ所長が実はお父さんやったってことはまあまあショックでしたね。はい、そういえば特別図鑑目録で剣見れんじゃないですか。なんか BGM 変わってる。なんか政宗がしのぎ因果できめんね。で、新しく追加されたのがウィリアム・バローズ。種類ブラッド・クルス。新打ちだね、ブラッド・クルスってことだね、多分ね。うおー、かっけえなーこれ。ウィリアム・バローズ大盾プラス弓なのがクソかっけえわ。ウィリアム・バローズ、おー、絶対あのでけえ楽器に入ってるとは思えないぐらいのサイズですけどね。いいですね。いくか。目覚めたそこは未知の場所だった。白く清潔感のある部屋だ。広くはない、せいぜい6畳だろう。だが物が少ないせいかやけに空爆として見える。存在感を有する物体はたった今まで我が身を答えていた質素なベッドぐらいしかない。あとは椅子が一つと小物が数点。見直せば壁に戻せらなかった。息苦しさを覚えるのは間違いなくそのせいだろう。通風口はあるが身体的には、ともかく心理的には全く必要十分ではない。鉛を詰めたように重い頭蓋は考えを巡らせる前にまずここから出ることを要求していた。部屋の一隅に扉を見つけそちらにある。まあね、前回で捕虜になったって話でしたけどね。ほんの数歩進むために幾度かよろめいた。どういうわけか手足の感覚が鈍い。他人の体をいつで操っている心地になりながらどうにかたどり着く。ノブを掴んで回して引いた。まあ開かないよね。押してみる。さて、状況があったり一つ判明した。扉開かない。鍵がかけられている。無論外側から相手を舐めるように、張り手を舐めるように見回してみようが、鍵穴もなければボタンも引き戸もない。開けることは不可能だった。つまり監禁されている。いや、決めつけるのは尊敬か。ここは単に病院の病室であり、鍵がかかっているのは関係者以外の立ち入りを禁ずるためなのかもしれない。患者の症状によっては内側から開けられない部屋に収容する必要もあるだろう。であればとりあえずすべきことは一つだ。起床した事実を伝えてたよ。失礼、どなたかおられませんか。もし Be quiet。 おい、 OK。監禁されてるのは間違いないようだ。それにしても今の声、聞き間違いはない外国語、英語だった。 Be quiet。 英語を話す人間が俺の身柄をこの一室に封じようとしている。つまり俺は進駐軍に拘束されているのか。そういうことになりそうだった。村間さん近いのとかなんだけどね。理由に心当たりがないなどと口にしたなら健忘症の処置、を受けるだろう。江ノ島や GHQ 症候を耐えてきた記憶は風化してしまうにはさすがにまだ時が足りなかった。あの折は銀星光の登場によって何もかもコントロールに幕を引いてしまったが、それで GHQ が俺のことは放置しようと編集したとは思えない。次に手を仕掛けてくるのはむしろ当然と思えた。しかしそれにしても突然である。何脈絡もなくこんな始末になったことの説明としては十分でない。いや、脈絡。俺は県庁寺へ新能らを救いに行こうとして。そうだ、県庁寺への攻撃、要するにあれは新中軍の。ではあれも、割れるような頭痛に脳がうずいた。考えを一つやめる。今は別の。そういえば村正はどうしたのか。この次第にいないのは間違いない。見れば分かることだし、見なくても分かることだった。武者を剣とも閉じ込めてるなど、あまりにも馬鹿げている。村正。あら、珍しく声出して言っていても緊張上の変化なかった。聞こえていないのか、聞こえていても答えられないのか。これは稀有な時代だ。村をよからぬ意味で縁を結んだ指定と剣は二人で一気の武者となる。一個体になるとも言えるのであり、そうあるからには両者が引き離されることなどありえない。互いが見えないほど距離を隔てても何人のと同様に通話ができる。それが今はできない。最も妥当な可能性は会話する能力をしたというそれだ。つまり完全に破壊された。死者に口なし。一概に生物としては定義しがたい剣とて、その復元から逃れられはしない。それ以外にはアイソレーションボックスに密封されている可能性くらいしか思えたらないが、 GHQ が邪魔をとしてしまってしようとした俺のためにそこまで手間かけようとするものかが多いに疑問だ。
ただケトルドキシンに侵された肉体が生存している。村正は回復させたのだとすれば、少なくともそれが終了するまでは健在だということになる。いずれにしよう、今は事実を確認できる状態にない。動きが起こるのを待つしかないだろう。自由を奪われ、その自由を取り戻す方法もない以上、それが唯一の選択だ。そんなことを選択など呼びたくはないが、俺は全てものの最善を尽くすべくベッドに戻って、まだ疲れが残る、体で答えた。ヤッホー、影役様、快適な囚人ライフを過ごしておられますかしら。お前よくこの状況でそれ言えたな。タイ殿、これはこれは港様、こいつ天井からご出現と。天井で復帰してんな。さすが一筋縄ではゆかぬお方でございますな。いや、何やってんだよあんた。あ、休んでいようと思ったのですが、どうにも落ち着かず、つい普段の高地所生活のように体を動かしてしまっていました。普段の？お気になさらず。気になります。あなたは体を動かしたくなると天井からぶら下がるんですか？普段から。血行が活発になるせいか、健康に良いようです。シュールだなこの絵面。足と腹筋の鍛錬にもなるのですが。地球人と会話している気がしない。暗黒星人ですから。落ち着かれませお嬢様。たとえ天井から人間が垂れ下がってきても取り乱してはならないと、お父様が口を。お父様そこまでのシミュレーションしたのすごいな。忘れですか？忘れる以前にそんなピンポイントの教育は受けてません。 What's happening?お前が。扉の外におられた方ですか？先刻はお騒がせしました。いいえ、今も騒がせておりますよ。っていうか、そろそろ降りろよ、怪奇コウモリ男。いらぬ辛労をかけてしまったようで申し訳ありません。いえ、かなりのハートブレイクショットではありましたけど。なんか豪快に負けましたな、お嬢様。人間衝撃力勝負なんて聞いたことありませんけど、私。そんなもの、そんなものあるの世の中に。面白いわね、世の中って。そうね。ペナルティエリアの反則で PK もらって31点と思ったところに、サードの俺あんまり野球わかんないから、野球の話すんのやめて。採点の結果、俺野球あんまりわかんないから。感じではあったかしら、野球。次からはお嬢様も量子論に基づいて壁をすり抜けつつ登場するくらいの芸をなさらなくてはいけませんな。1000万分の1の確率で壁抜けられたんだ。生きにくい世の中ね。新中軍隊大鳥かなえ、彼女の自重な倉様、待つというほどもなく現れたこの来訪者は、まあその2名だった。ここが GHQ 施設であるならば、2人がいることは何の不思議もないが、何のためにやってきたのか、それは現状では全く謎の彼方だった。ともかくことを1から順に聞いてみるほかない。タイ殿。はい。まず自分から質問をしてもよろしいか？どうぞ。快諾を得て短く思考を巡らす。左右選手校は毎度の飲み屋殿下はいかがされましたか？現長寺からは無事に脱出されたようです。ご遺体は見つかりませんでしたし、今頃はどこかに潜伏して様子を伺っておられるのではないかしら。そうですか。軽く息をつく。何にせよそれは吉報だった。神の宮は以前安全とはほど遠いんだろうが、あの政治的生存術に長けたお御神のことだ。基地を、切り抜けて生き延びたからには生き延び続けられる方法を必ず探り出すだろう。この件に関してはもはや俺が心配したところでどんとにもなるまい。となれば次は俺自身のことだ。自分はどうしてここに？いえ、まずここはどこでしょうか？横浜です。横浜、つまり HQ の本部だな。返答は端的でやや遠曲で、しかしやはり自然瞭然だった。横浜、新中軍総司令部、 GHQ の本部施設に俺はいるようだ。ではなぜ自分はその横浜に県庁地で倒れていたと思うのですか？ええ、それをサヨが拾って車でここまでお連れしたのですね。はあ、それはお手数をかけまして。いいえいいえ。果たして礼を言う筋合いなのかどうか少し迷った末、一応は言っておく。
内心読んだのか、老女の依頼は肩をすくめるような響きだった。そうか。一度質問を切り、情報を整理する。死に戻ってきたいし、県庁時を襲ったのは GHQ で、内部にいた家内省はその情報を使い俺に教えてくれた。襲撃が行われた時、彼女らも職員にいて、引き手した俺を発見、回収して横浜基地へ運送したということなのか。村政、自分の剣は？無論一緒にお連れしました。今は別室でお休みでございますよ。残念ながら合わせて差し上げるわけには参りませんが。とはなぜでしょうか。合わせられないとは。名刀続きと流れがここで途切れて、ぽっかりと間が空いた。家内上の表情は出現を疲れて返答に詰まった人間を添えてはない。この間は楽しみ味わっている、そんな顔だった。実際返答は必要はない。彼女はすでに明らかにしてみせたのだ。俺と彼女の立場関係を。通道接触許されないのはなぜか。武装させてはならないからだ。彼女がどうして俺の武装を危惧するのか。彼女と俺が敵対しているからだ。つまりいかなる事情によってか、死因と GHQ の間に対立が生じ、そしてその時彼女は GHQ の立場で行動した。彼女はこれまでの言動、また江ノ島で俺もらともに抹殺されかかっていたことを思えば、その理由は単純な所属問題に帰すものではないのだろうが、いずれにせよそうなった。いつせ神王の恩を被る俺とも対立する。これと同じ彼女が、県庁襲撃を予報したこととは、矛盾するようで必ずしもそうではない。まとめて一掃するためにそうしただけなのかもしれないからだ。すべて説明がつく。あとわからないのは、神王と GHQ の対立の理由と、もう一つ、なぜ俺が今生きているか、生かされているのか、殺されず横浜に監禁されているのか。大鳥大尉殿。はい。現在自分が生存を許されている理由は何でしょうか。心臓が動いているからではありませんの。微笑む GHQ 隊員、その微笑が嘲笑と呼ばれる類のものであることは明白だった。彼女は全く隠そうともしない。驚くべきことでもなかったので構わず続ける。停止させることはたやすかったはずです。そうかしら。自分のこめかみに銃口を押し当て、引き金にかけた指へ100グラムほどの力を与えるだけで。ほんの1時間前まで意識を手放していたのだ。もっとずっと雑な殺し方でも俺に対する処分はなかった。クックックと、小包にいた小気味になり、咽頭の奥だけで彼女を笑い声を立てていた。そうですね。けれど私にもいろいろ都合というものがありますの。はあ、よろしければお聞かせ願いたい。ごめんね、さっきから首がかかり。よろしくってよ、エミ。まず一つには、影明様を生かして連れてきてほしいと頼まれていたこと。はあ、誰に？クライブか？キャノン？頼まれた。GHQ の中の人間に。ですか？え？どなたでしょう？まるで心当たりがなかった。新中軍内には、除名の手配りをしてくれるような名誉はおろか、どなる知人すらいない。大鳥市場を除いて。ついでに言えば、道端で持病の発作に苦しんでいた見知らぬ英国人を助けた覚えもない。安否を気遣われる理由など想像範疇外である。ウォルフ教授と呼ばれている。ウォルフ教授、知らないやつ来た。 MRS で顧問をしていらっしゃる。ご存知ありません？ウォルフ教授。いえ、記憶の端にも引っかからないのだ。ウォルフ、ウォルフ、ドイツ語。お知り合いではないんですの？あの方、どうして影明様の身を気遣われたのかしら。学者という人種はいささか常人の理解からはみ出した部分を往々にしてお持ちですので、まあ港様に関する報告の中に何か教授の興味を刺激する部分でもあったのでは。へー、なのかしらね。性的興味とかでなければよいのですけど。それは自分も死に物狂いで困ります。いずれ教授とは面会の場が設けられるはずですから、真実はその時直にお確かめなさいまし。それはそれとして、理由はもう一つ。こちらが私の個人的事情。はあ、はエミ、それを見る。それは形作るものを見る。単一の意、単一の情、単一の。ああ、心に深く深くうなずく。これまでは疑惑でしかなかったものを確信の域へ押し上げる。俺はこの人に憎まれている。悪意。影明様、あなたをやすやすと死なせたくはなかったから。あたかも山陰の湧き水のように冷たく豊かで透き通る悪意。なるほどね。そんなに言う
日のことが好きだったのかって考えるのは単純すぎるか。4時を知らせる会話の音を聞いて、俺は初めて室内に時計があることに気づいた。西洋式の座敷楼以外の何でもないと思われるこの部屋には不釣り合いな、まずまず立派な柱時計だ。こんなところにそんなものを設置した人間の意図を思う。窓がなく昼夜の区別もつかない部屋には時計くらいいいものを置くべきだという配慮か、部屋全体の貧相さを際立たせて収容者を追い詰める策略か、処刑までは残り時間を正確に教えてしっかり覚悟を決めさせようという悪意したたるて親切か、それとも単に余り物を超え回しただけか。早朝なのか夕方なのかお悩み？それもいささか。早朝です。影明様がお目覚めになったと聞いてすぐに来てしまいましたけれど、考えてみれば非常識でしたね。この際お目が迂闊でございました。港様、無礼をお許しくださいませ。謝罪などご無用に、すぐに来ていただけたことはありがたく思っております。六六事情がわからぬまま放置されずに済んだのだから。しかし早朝4時、健常寺境内へ倒れたから丸一日経っているのも気がしていたが、その実まだ半日にも満たなかったのか、いや1日半が過ぎているのかもしれないが、体の重さを踏まえればそちらの方が可能性はありそうだ。これ録画してない時からだから、これ裏でやったやつなんだけど、裏でね、やり直した時に第4章かな、荒はばき倒す章の話、江ノ島の話の時に、金井城との絆を4にしたら銃口を向けられたんだよね。だからやっぱり憎んでんのかね。大尉殿。はい、影明様。初めてお会いしたのはあの村、今はもう存在しないあの小さな村の。ええ、あの山の上。あれからまださほどの時は流れておりません、つい昨日のこととも思えるほど。でもその間にいろいろとありました。悪代官を相手に立ち回ったり、アーマーレースをめぐる陰謀に介入したり、江ノ島に潜り込んででっかい変なのと戦ったり。はい。どれ一つとっても400字詰め原稿用紙300枚くらいなら埋められそうな事件でございましたな。いろいろあった。本当にたじたたんであった。それは全くその通りだ。しかし大尉、自分にはわからないのです。気づけばあなたは自分に悪意を抱いておられた。自分は短い交際の中でいついかなる理由によりあなたの悪意を得たのでしょう。まあそれがな、出会う前のことだからな。その謎は解けないのです。いえ、そもそも理由はあるのでしょうか。人が人を嫌悪するのにいちいち理由というほどの理由が必要なわけではない。虫がつかない、肌が合わない、ただなんとなくそれで十分。人間は他者に悪意を向けられる。自分が人に好かれやすい立場とは主席の冗談でも言えないほどだ。俺への悪意に何の理由がなかったからとて不思議があるには大すまいが、理由ならありましてよ。とてもわかりやすくてとても単純な理由。それを自分が知らないのはやはりとてつもない失態なのでしょうか。何か恐るべき無自覚を俺が犯しているのなら謝らなくてはならないだろう。謝って済むことなのかどうかは別として。しかし金井城は機嫌を損じた様子もなく優美に首を振ってみせた。いいえ、どうかお気になさらないで。影明様が理解しておられないのはとても自然なことなのです。お聞かせ願えるでしょうか。もちろん。挑発の令状は笑みを広げた。その含有成分、悪意ごと。そうするためにお助けしたのですもの。ぜひにも聞いていただきます。少々長い話になってしまいますけど。お構いなく。幸い今の自分は暇を持て余す身です。真顔で言う。プッと軽く吹き出してから大鳥叶え大尉は話し始めた。大鳥氏は武家の名門として都に知られる。発祥は平安期以前に遡り、長く宮中の武者を統括ないし総に準ずる立場にあった。いわゆる釈天御由緒のうち、現代まで地脈を伝えた唯一の家である。武者集団にして、近衛軍筆頭としての六 F が
形成された後はその総領たる六兵隊将領を開始し、のみならず一時期は完全に一族内で世襲さえしていた。科学の点では現在の覇者は足腰にも及ばない。英子先生が断りたいことによって、なぜ大鳥氏は千年にもなって地位と実力を保持していたのか。理由は、検問にありがちな内部抗争を奇跡的な結束によって未然に防ぎ続けているところに求められるよう。家を二つに割って争うような致命的な結節を味わわす大鳥家は歴史を積み重ねてきたのだった。しかしその良き伝統は近年になってついに断たれている。交流30年、後に大戦前夜と呼ばれる時代のこと。大和は表面上の平和こそ保っていたが、水面下では大陸の利権をめぐって欧州諸国と緊張を日ごとに高め、人々は戦争の気配を察して高揚と肌寒さを覚えていた。時の大鳥当主は極右思想の信奉者であり、欧州側への情報を拒み、開戦に備えて軍拡を推し進めるべく日夜活動していた。その影響力は大きく、彼は、国は彼の望む方向へ舵を切るが、彼と利権を意にしていた弟、彼の父はそんな趨勢を飢えた末決断、兄に対してクーデターを起こし権力を奪取する。当主は幽閉され、間もなく世を去った。暗殺の噂を支えられたのは無論である真偽を置いて。彼には幼い若年があったが、これはクーデターの際に直進の手で救出され同会に見捨ている。兄を追って、当初の在水道とは、大陸経路を融和の路線に切り替えるべく活動し始めるも、内外の厳しい反発に鼻から苦悶しきれることになった。特に内側、大鳥一門の抵抗が激しく、結果として一族団結を伝統を踏みにじった弟を心情的にどうにも受け入れがたったのか、前当主の方針に危惧を抱いていた者は少なかったにもかかわらず、彼らはこぞってレジストとサポータージュを届かした。内部の反発をなだめつつ、外部の敵に対処せねばならなかった新当主の政治活動は遅滞し、成果を上げない。それでも彼は断念していなかったが、無論運命は当に彼の背後まで忍び寄り、指さして笑っていたのである。当時の大鳥家には、もともと滝から入って養子でありな、しかも若年ながら、性格によって文献一つを任されるまで人物がいた。なお四宿、大鳥四宿、前頭身浸水していた男でもある。彼は三奪を断固として許容せず、再びのクーデターによって家を立たさんと決意していた。が、よそ者上がりの文家当主である彼が、当主の座を奪っては、誤りに誤りを重ねた結果にしかならない。物事の筋道に固執する四宿はクエーターの祈祷として大宿当初の座を継ぐべきもの、すなわち前当初の嫡男をいただこうと望み、その方法行方を探し始めた。しかし言おうとして知れるのは時ばかりが移ろい、その間にも大陸情勢は緊張を増し、にもかかわらず現当主は、新当主は軍を率いて立つ気概を示すこともなく、四宿からすれば愚行でしかない融和の模索に傾倒している。ここに至って彼はついに決意する。直属の兵を率いて当主を吸収殺害し、後釜としてその次女花江を据えた。可愛い子だ。父を殺された上に傀儡とされた花江が本意だったとはないが、四宿にしても苦渋の選択だったろう。彼にとって花江はあくまで中継ぎであり、真の当主は花江のいとこに当たる人物だった。四宿は一門掌握し、実権者となりやすぐその力を持って正統当主たる男女の探索を再開しようとしたが、実際そんな暇もなく大戦が勃発する。彼がようやくのその人物の所在を突き止めたのは、大戦終結から実に6年後、今年のことである。それにやや先んじて、国外から諜報の網を投げかけていた金井もその人物を見つけ出していた。彼女は四宿のクーデターの折、ちょうど欧州に留学中だったため、帰るようなくした格好だったのだが、欧州諸国を転々としつつも大和の状況に気を配り、特に大鳥家に関わる情報の収集は怠らなかった。その甲斐あって、いとこの行方をつかみ、また四宿もほどなく彼を発見することであろうとことを知ると。金井は取得していたハプスブルクの、軍籍を用いて国連親中軍に配属、GHQ 将校として帰国する。それは今年の初夏、初秋か。ご帰国は父の仇討ちのため。そうですね、その気もないといえば嘘になりますけれど、四宿への復讐しかやることがないならこの国へ戻ることはなかったでしょう。大和に帰ってきた理由は二つあるのです。一つはノーブルの血統に連なる者としての責務を果たすため、我々は民衆を守る大家として彼らから糧を得ていたのですから。大和がかつてない危難の中にあるとき、遠い国からのんきに眺めているわけには参りません。私には国民を救うためになすべきをなす義務があります。まさにまさに。俺も無言でうなずきを返した。そういうものだ。本来の正しい貴族階級とは、古代における誕生から時を経るにつれ次第に義務は忘れ去られ、権利ばかりが強められてしまったが、
大取り気が長く続いたのは代々の人間がこの金谷城のように騎手の本分を忘れぬよう心がけたせいでもあるだろうが、そしてもう一つ、家族を守るため。妹君ですか。え、ちょっと待って、嫌な予感した。まさか夕日が。ええ、花江、私の最後の肉親です。お嬢様とは七つ違いであらせられますな。結構離れている。なるほど、だから余計に心配なのか。まあ実際のところあの子のことは割とついでというか、かなりどうでもよろしいのですけど。ほ、さようでございますね。お嬢様のご留学前の時点で姉妹喧嘩の勝敗は五分五分に迫っていたと記憶しておりますし。仲悪いんかい。と組合で勝っても最後に落とし穴にはまっているのは私だったりするのよね。悪辣な策謀に長けた末恐ろしい姫様でございました。そうそう、私とはもう似ても似つかぬ。悪逆な暴力に長けたお嬢様とは嫌になるほど血のつながりを感じさせましたな。一体何の呪いであのお優しい旦那様と奥方様からこんな地獄チック姉妹が生まれたやら。実は橋の下から拾われてきたのでしょうか。ねえばあや、前から聞きたかったのだけど、あなた主従関係っていうものを何だと思っていて。どんな妹気味なのか。要するにでございますね、現在は傀儡当主に甘んじているとしても、まあ、いつまでもそのままでいるとは到底思えないようなお方でありまして。ほう。誰かの助けなどなくとも、あと数年の時間があれば四宿を排除して名実揃った当主になるでしょうね。さっき仇討ちのためなら帰らなかったと言ったのはそういうことです。私が出しゃばるより妹に任せておいた方がずっとスマートに、周りへの迷惑も最小限で片付くんですもの。それが分かっていては何もできません。四宿殿にもその方が辛いでしょうな。花江様は真の残虐さを備えたお方。あっさり殺すよりも生かしておいて延々と苦しめ続ける方法を取られるに違いありませぬゆえ。そういう妹なんです。だからやっぱそういうことか。私が守りたかったのはあの子よりももう一人の方、私と花江のいとこ獅子くんが血眼で求めた大鳥本家正統の嫡子。確か夕日ってなんか養子なんじゃなかったっけ。養子っていうか、うん、しかし話を聞く限りそのおじの嫡男というのはカナエラ姉妹の、性的に当たるのではないか。それを守る。政治的事情だけが人間関係のすべてではございませんよ、港様。それはおかしいと思ったんだよ。なんで夕日あの時チケットで。親同士の関係は複雑でしたけれど、子供はまた別だったということです。私も花江もいとこのことはとても好きでした。あの小さな男の子を抱っこするとなんだか幸せな心地になれて。花江もそうだったから、今日はどっちが彼を抱くのかでまた喧嘩になって、花江は言い名付けとして、私は将来の義士としてあの子を海南に入れる権利は自分にあるんだと言い張って譲らなかったものです。そうでしたか。子供にとっては性的である前にまず親類。なるほど、であれば敵意などないだろう。では守りたかったというのは。彼は大鳥一門の遠縁にあたる家庭で平穏に暮らしていました。何も知らず。そういうことだよな。どう考えても大鳥の当主なんかに祭り上げられるよりそのままの方が幸せでした。それでも彼自身が当主だろうと望むならいい。けれど獅子はきっと彼の自発的意志などに肯定しない。拒まれれば腕ずくで奪う。私はその時彼を救うつもりでした。彼の幸福を守るため、花江が用済みの道具として処分されるのを防ぐため、私はそうしようと思っていた。なのに何もできなかった。
唐突に現れた艶やかなる艶やかなる明けの色に目を奪われる。大鳥かなえのよく整った唇の端から血が一筋滴っていた。唇の内側が頬の裏かどうか噛み切ったようだった。悲痛というものを彼女は今舐めている。なぜなぜなぜですと。影明様、よろしくて。その男の子は私たちが愛していた。その子はね、名を夕日というのです。というのです。おい、そこのクラグラとした悪党。すいません、うまく言葉になんないです。でも俺はリツを探すために何かしたいし、そうするべきだとも思うんです。信じるよ。この世には村正っていう名の正義の味方がいるってことを。彼は死んでしまった。ええ、死んでしまったのです。私にも花江にもシシクにも全く関係のないところで唐突に死んでしまいました。それは誰よりも影明様がご存知でしょうね。知らぬはずはありませぬな、村正殿。まことに失礼ながら、いろいろ調べさせていただきました。何より江ノ島であなた様と反町殿のお話を武作法にも盗み聞いてしまいまして、悪人を斬るたび善人をも斬らねば収まらぬとは、難儀な剣をお使いでございますな。そんな剣でも使わなくてはならなかったのですね。銀星号、あの魔物がもたらす災いを止めるために。なんということなのでしょう。お察しいたします、影明様。銀星号の卵を受けた者は切らねばならない。切るほかにない。放っておけば第二の銀星号になってしまうのだから、どうにも切るしかありませんけれど、切ればもう一人何の罪もない人を切らなくてはならなくなる。それでも無数の人々の命には変えられない。だからあなたはきっと婿の人をさぞおつらかったことでしょう。お苦しかったことでしょう。唖然とするばかりの俺に差し伸べられる白い岬、それは俺の方に触れついと述べた。官能的なことに優しく。けれど許しません。あなたは夕日を殺した。あの子の命を力ずくで奪った。それが本当にどうしようもなくやむを得ない選択であったとしても、あなたに救われたヤマトの1億の人間すべてがあなたの免罪を認めたとしても、あなたが強いた一つの嘆きにかけて、私はあなたを許しません。連城をささやくように熱っぽいその眼差しに居すくめられる。膝が震えていた。失禁の兆候すら覚えた。なんという殺意か、なんという悪意か。この人は命と魂の全てをかけて俺に復讐する気でいる。絶対に許されない。絶対に殺される。今この瞬間にも恐ろしい。かつてこれほどの恐怖を味わったことはなかった。いや、これきっとこれまでの恐怖だとは知らなかった。これは恐怖だったのだ。逃げ出したい、まみ立てたい。人の憐れみを超える行為ならどんなことでもしたくてたまらない。許してくれと泣き叫びたい。許してくれるだろうか。恥も外聞も捨て、どんな真似でもして弁明を言い立て謝罪を繰り返し贖罪を約束すれば、もしかしたらこの人と許すのでは。あなたは。はい、俺も自分もおや、どうされましたか港様。先ほどは平然と、なぜ自分を殺さなかった、簡単に殺せたはずだなどとおっしゃられていましたのに、
お声が震えておりますよ。化けの皮でも剥がれましたかな。自重の露骨な挑発の源氏も心身は芝居を恐怖を這いのける役に立たなかった。返答もできず大凶の触れる人をどうにか並べて、俺は金井城へと言葉を続けた。殺すのですか。あなたはもうご存知だ。村政のこと、銀星号のこと、自分がどうして彼を殺したのか、それら全てを理解して、それでもあなたは自分を許しません。殺します。自分が泣いて慈悲を乞い、残りの命の全てを贖罪のために費やすと誓い、あなたの足元に伏して願って。おやおや、それでもあなたはえ、ガレアキ様、決して許しません。ダメだ、何をしても無駄だ。許されない、殺される。宮戸影明は裁かれるのだ。不本意でしょうね。けれど遊戯だって不本意な最後を受け入れたんですもの。影明様も我慢してくださらないと。これが本当の裁きってか。当然でございますな。安心なさって、今すぐにとは申しません。銀星号の一件が片付くまでは待って差し上げます。これまで通り協力もいたしましょう。あれは私としても知らぬふりのできない問題。解決するには影明様のお力がいります。ですからそれが済み次第よろしくって。はあ、すっげえ、お互い復讐対象になったんだ。怖っ、このゲーム。もちろん抵抗せずに死ねなんて無慈悲なことは申しません。あの剣で戦われません。遠慮は無用です。実は影明様ももうご覧なのですけれど、私も剣を。両膝を床へつく、白い手を押し抱く。冷たく美しい手のひらに俺の眼下からこぼれた雫が乗る。もう涙をこらえることはできなかった。ありがとう。え？あなたの存在に感謝します。あなたがいてくれたことに感謝します。感謝。本当の恐怖でも影明の底は崩れなかったか。復讐するという、新田夕日の非言を死にかけて俺を殺すという、宮戸影明を決して許さず殺してくれるという、ああ完璧だ、完璧なる断罪者だ。宮戸影明のための死だ、ふさわしい処刑だ。この人が俺を殺してくれる。新田夕日の無念を晴らすために、望みある限り最高至上の結末。それは突然天から降ってきた恵みのように。この世に正義はあった。じゃあこう許さぬ裁きは絶大した。もうこれ以上何も望むものはない。大鳥かなえ、あなたに全て捧げます。この港影明の全てを差し出します。何もかもあなたに従いましょう。生も死も全てあなたの命ずるままに、いつなりとこの首に裁きの刃を。憂うべき何も今はない。責務を果たそう、銀星号を倒そう。そうして村政の時間に縛られた俺がさらにあと一人誰か殺そうとしても、もう大丈夫。その前に俺は殺される。この美しい人が俺を殺してくれる。大鳥かなえには分からなかった。錯乱して前向き出すかもしれないとは思った。逆上して襲ってくるかもしれないとは思った。泣いて命乞いするかもしれないと思った。
覚悟を決め全て諦めてうなだれるかもしれないと思った。しかしこれだけは考えなかった。感謝、わからない。大鳥かなえには港かけやきゃわからなかった。そりゃそうだろうな。はて、ここでもないか。教授っぽいやついる。どこへ行ってしまったやら。世話のかかるリトルガールだ。捕まえたらパンツ脱がせて陰毛抜くか。怖っ。抜くな抜くな、誰のことか知らんけど。おいおい、リトルガールを探していて別のリトルガールに出会ってしまったよ。ちゃちゃ丸じゃん。君はいつもいつも神出鬼没だね。パンツ脱ぐ気象教授なんだけど。新手のブルック。人間というやつはどいつも自分だけが正しいと信じ、あらゆる他人は愚かだと信じ、神を疑い真理を嘲笑う。そしてパンツを脱がないのだ。なぜだ。いやだからさ、そんなに脱がせたけりゃ自分の脱がせよ。むさい男がパンツを脱がないのしバカじゃないのか君は。うー、変なとこだけ正気だなおめえ。ぶっちゃけ3回くらい殺したくなったけど。やばい、おじさんいるよ。知らせに来たんだよ。やばいよ。姫は5日後に目覚める。姫。おお、確かかね。当ての目に狂いはせいぜい180度しかない。全然やんけ。では大丈夫だな。全然やんけ。こいつ人のボケはスルーなんだぜ。自分は人に散々突っ込ませてるくせによ。誰が君の正気に陰茎を挿入したと。やめてー。んなこだ言ってねえよ。うわあ、うっかり何のひねりもないつまらん突っ込み入れちまったー。うるさいぞ、バカか君は。はあ、あて、いじめられてる。いじめられてるよね。で、姫はその時刻に合わせて不堕落城に運び込まれるのかな。ああ、その辺の手はずはもう整ってる。やり直しは困難なのだ。間違いは犯してほしくない。確かに確かに。パンツは履かせとく。脱がせ。嫌だ。少女の無垢な下半身が見たい。うるせえ。そこに誰かいるのか。ああ、しっけ。少々スターライトポエムタイムを楽しんでいたのだよ。君の仕事の邪魔だったかな。申し訳ありません。こいつがモルフ教授。やばい、鍵焼きのパンツ脱がされる。いやいや、気にせず任務に戻ってくれたまえ。やばいよ、鍵焼きのパンツ脱がされちゃうよ。はっ。ああ、君。はい。パンツ脱いだ少女を持ってないか。ちょっと手持ちを切らしていてね。タバコある、タバコあるみたいに言うんじゃねえよ。いえ、あいにくと。失礼します。はぁ。君の愚かしい失態でプチピンチであった。気をつけたまえよ。わかる気もしねえ。にしてもおめえ英語が達者だよな。大和語もだけどさ、本当にドイツ人か。ドイツ人は頭がいいから。ドイツは故郷には違いないがね。そこで暮らした時間より世界を旅して回っていた時間の方が長い。母国などあってないようなものだ。強いて言えばパンツ脱いだ少女が住まう国こそ我が母国。よかったな。基本的に股に何もつけてないことが多かった江戸時代の日本だったらすごい。お前の母国じゃねえか。おめえの居場所地球上にないからな。いや、まあ、わかんないよ。蛮族および江戸時代前期の日本だったらパンツは入ってないね。現在の国際情勢と僕の専門を鑑みれば英語と大和語に熟達するのは僕のシンプルな論理的帰結でしかないよ。そっか。しかし君の能力も便利なものだね。突然現れるのもとっさに隠れるのも自在じゃないか。それ、うん、僕も修行とかすればなんとかなるかな。さあなるんじゃねえの。とりあえず腕立て伏せ1万回からやってみ。埼玉。本当だな、やるぞ。それで身につかなかったらパンツ脱がす。あー、ごめんなさい、嘘つきました。なんかやったら本当にやりそうだし抵抗するのも無理っぽいから勘弁してください。仕方な
主観だけで許してやる。最悪の会話してるよさっきからこいつら。うん、やだよ。手箱一星が絡みついて気持ち悪いよ。堪能した。最悪だ。で、計画に問題はないわけだね。それはむしろこっちが聞きてえとこ。落とす用意はちゃんとできてんのか。心配いらない。キャノン中佐は動かせる。つまりウィロー少将も動かせるし、GHQ も動かせるということだ。入れ子構造の組織って素敵だね。偉大なる友キャノン君に幸あれ。彼のためなら僕がパンツ脱いでもいいな。自他ともに全方位パンツ教だ。やっぱ脱ぐの？冗談くらい理解してくれないものかね。これだからヤマト人は無粋だというのだよ。ごめんなさい国民の皆さん。こんな変態にバカにされてしまいました。ザ・ガジェットは定められた時刻に合わせて送り出す。あれと姫との開口が我々の求めた道をついに切り開くだろう。ああ。ゴールデンドーンのために。黄金の夜明け。どうし、ちゃちゃまる。ゴールデンドーンのために。どうし、ワルフ。はあ。暇であった。兵士に連行されこの部屋に訪れてからすでに30分。部屋の主はおらず、兵士もすぐに退出してしまったから不平を聞かせる相手もいない。大鳥大尉から名前を聞かされていたウォルフ教授なる人物が俺を呼んだとの話だったが、呼んだだけで愛もせずにほったらかしているのはどんな人なのだろう。部屋の中はいかに荷物とは突然としている。古書の山があるかと思えばその上にアフリカの高原品とおしき木彫りの仮面が置かれ、対岸を見るとアーマーレースの専門書の説も転がり、壁には少女レーサーの大泉さんの等身大ポスター、田村工業の宣伝用が貼られていた。そういう気のようなものもあった。妙に達筆な書体で、葬儀者はパンツ履かない、美しい、意味不明である。教授と呼ばれるからには書くたのだろうが、分野がまるで伺いしてなかった。なんて言われても納得できるし、またどこか納得できないような気もする。いずれにせよ、そんな空間に長々と放置された俺は退屈の虫を順調に培養中であった。育てすぎてそろそろ暴れ出しそうだ。これが自分の部屋であれば時間を潰し終わるし、なんとなくても寝ていればそういうのいいのだから退屈だとそう思うのもない。だが他人の部屋ではできることできないことがある。時間を潰すには格好を止まれるものがいろいろと見当たるだけに、なおさら退屈感が刺激される。当然の礼儀作法として勝手に手をつけるわけにいかないからつらかった。しかしそもそも人の部屋に一人というこの状況からしているのだ。この部屋の主は私物を客に勝手に触られても気にしないというよりは、見られても気にならないようなものしかここに置いていないのではないか。でなければ不在の部屋に俺を入れたりしないだろう。単に気が回らないだけという可能性もあるが、もうじき1時間。1時間は結構待たされてるね。失礼。若干の後ろめたさを覚えつつ、俺は一番手近なところにあった紙の束を拾い上げた。どうやら何かの論文のようだ。最初の1番に題が記されている。ファンタジーオブクルス、剣無双論。剣とは何か。それは人の肉と金属を重ね合わせて作られる鎧であり、生命体と金属物の双方の特性を備える。すなわち剣は人間に立てしい性を持ち、生体らしく破損を再生し同時に活動することも可能ではない。すなわち、かつ、この物体は紛れの金属であり、基本的には他者に使用されない限り動くことはなく、適切な保存環境に置かれていれば死亡不安など変質を遂げることもない。そして今でも何か着用する原子に魔人の力を与える。それが剣である。ただ鉄の鎧と剣、いかなる未知の物質が両者を天と地に隔絶するのか、我々の科学的認識力は未だ大きく不足しており、真実の島へ至れるだけの高校能力を欠く。先人と我々の能力は果たしていつ向かれるのか、現時点では何一つたる確たる言を述べない。100年後の最高学府で現在より比較的に進歩した、技術知識を持つ教授たちが我々と全く同じように一つ頭を抱えているかもしれないし、あるいはマクドニアの方の中で無名の天才を築き上げた、従来の推研究を根底から覆す論文が来月号のニューサイエンス市場に華々しく登場するかもしれない。だがいずれであれ、我々現代を生きる者に生きる探求者にできるとは必要だ。いつか訪れるゴールインの瞬間を信じて脳細胞に鞭を加えるだけである。この論文は完全なものでないようだ。いくらかの欠落があるのだろう。ページを見ると急に内容が飛んでいた。我々過去金属を調べ人体を探って剣の謎を解く決定的な何かを解いてきた。だが一つ重要な構成要素を無視していなかったろうか。遠隔の言い方やめよう。剣を作る第三の物質水について我々は十分な研究を施してきただろうか。周知の通り剣の制作過程において梶白が最も重視し神聖指数し、儀式化のカードに長く伝えていた。単なる鎧が超科学的な異物へ変貌する一瞬は焼き入れの作業である。
高温で打ち上げられた鎧とともに風師が入水する工程、もうもう立ち込める蒸気晴れた後には風師の姿はなく、先ほど前と寸分たがわぬ鎧だけが残る。だがその時は鎧はすでに鎧ではなく恐るべき鎧になり合わせているのだ。あとは細かな調整作業が残るに過ぎない。これまで我々はこの工程における水の役割を単なる触媒と決めつけてきた。主体は風師と鎧であり、水は両者を接合する鍵でしかないと。だがもしそうでなかったなら、風師もしくは鎧の方がむしろ触媒であり水が主体物だったなら、私としてはこの発想に基づき早速本論に入りたい。だがそれでは読者は私を無責任な不意調者としか見られないだろう。何にか私は政治家にも宗教家にも声を抱いているのだ。入る気持ちを抑え、まずこの点について根拠を説明するところから始めようと思う。結落。図 A はユーラシア大陸東部の地下に存在する。かつて古代地球においてプレートの移動が太平洋の一部を地中に引き込むことでできた広大な地下水庫とその分布を、世界地図で重ねたものである。これはハウスホーファー教授を通して手に入れた資料で、世界三先端と呼ぶには値する、地質学が作成した。技術的限界による誤差は想定してみなくてはならないが、内容の8割以上は信頼に足ると見ていいと思う。武器ハウスホーファー教授によると、この地下水分布はおそらく正しいが、地質学上の常識に照らして不可思議と言わざるを得ない点が非常に多く、何かしらの異常、例えば重力のを考慮しないことには説明が可能であるらしい。図 B は地球における剣の誕生時期を色分けで示した世界地図。図 C は剣の生産量をやはり量刑で制御した地図である。私は着目した位置に諸子も気づいただけだろうか。そう、地下水庫に近いほど剣の誕生時期は早いのである。生産量についてはそうと言えない部分もあるが、地下水庫から分派が全くない土地においては剣の生産も皆無であるという点は決して無視しないだろう。だからどうしたのかと諸子は思われるかもしれない。剣の生産に水が必要である以上、水の分布と剣の生産状況が一致するには何の不思議もないと。だがご存知のはずだ、地球上の水は何も全てが一つの水源を共有しているわけではない。つまり剣の焼き入れに浸かれる水は大陸東部の地下水庫を経由するものでなくてはならないのである。この水庫から供給のない地域、つまり南北アメリカ、アフリカ、オーストラリアとなどにおいては剣の製造は過去も現在も行われていない。過去については異論もあることを付記する。その理由は従来鉄の質もしくは人種の違いに原因を求められており、水という観点は持たれなかった。水の性質が剣の鍛造において、意味を有することは古くから知られていたが、必ずしも最重要の重工とは考えられていなかった。それは木という部に値しないことである。剣の焼き入れには使い切る水とそれ以外の水との間に何らかの成分上の差異が見受けられるわけではないのだから。だが剣はただの金属としか認識できない、識別できない我々の科学がその点において同じ誤解をしているとしても何の不思議があるだろう。故に私は仮説を立てた。ユーラシア大陸東部の地下水庫、ここにこそ剣の謎に迫る鍵がある。結落。私は剣を生物の一種亜種であると判断する。独立知性と行動力を限定的ながら所持すること、着用者の熱量を吸収して能力を発動する性質は新陳代謝と見られることが可能であることなどがその理由だ。しかし無論半数は多いだろう。知性にせよ行動力にせよ、剣のそれはあくまで着用者を主とする重的なものである。その性質はむしろ機械に近いなどなど。私もそういった意見を否定はしない。剣は確かに機械的であるからだ。だがもしそう主張する人々が結論として述べること、剣は断じて生物ではない、なぜなら繁殖を自己増殖をしないでないかというその点が完全に覆されるとしたらばどうだろうか。剣は繁殖を行わない、それは事実だ。だがその理由を生物ではないからと決めつけて良いものだろうか。ある可能性は忘却していないか。つまり剣自体は繁殖によって誕生したものであるが、子孫として不完全であり、完全でないがために繁殖能力を持たないという可能性を、ヒョウと獅子の愛の子レオポンのように、この場合剣を生む繁殖とは無論カジシによる鍛造ということになる。他者の手を借りるならば、それは生物の定義の伝わる自己増殖と呼べないと思われる方も多いだろうが、その点についての論議を控えさせていただく。剣を生物と定義することは本論によってあくまで弁法である確信ではない。ここで前提を前段を思い起こしていただこう。剣は生物的繁殖による子孫であるとして、一体何の子孫なのだ。金属、いや生物ではない。金属は生物ではない。人間、いや人間は別のより完璧な増殖を保有している。では、そう、水だ。正確に言おう、水に含まれる未知の何かの繁殖こそが剣の鍛造なのではないか。東アジアの地中腹、静謐な地下水庫からそう何かやってくる。何年何十年何百年とかけて長い旅の果て、ついに行き着くは山奥の洞窟、そのさらに奥の小さな泉だ。そこは鍛冶師の仕事場になっている。鍛冶師は鉱石を焼き打ち、一両の鎧を作り上げる。鉄に加工を許すのはとてもない高温だけだ。空気くすぶる、火の光熱、しかし鍛冶師は一つ一つ身につける。ハードを焼く、肉を焼く。それでもこの時のために生きた鍛冶師は己を打った鉱石にもたれの硬い石と激戦に耐え抜き、全ての準備を終えて神聖なる泉に身を沈めるのだ。灼熱の鉄と清涼な水を接触し激しい反応を起こす。洞窟は蒸気に満たされるだろう。そしてその中で湖に漂う何かは鎧と鍛冶師と交わり一つになり剣が誕生する。
これを繁殖と呼ぶならば菌類の一種に類似していると言える。どちらかそう、胞子を虫に寄生させ、それを内毒にして芽吹くのユニークな竹のことを思い出してほしい。虫からキノコへの異様な変貌は、鎧と鍛冶師から釣り生まれる脅威とある種共通するものなのだろうか。途中かその神秘の鍵は胞子だ。胞子の規制によってありえない変死が被告される。では剣短図によって胞子に該当するものは何だろう。論を持たない何かである。鍛冶要素を含む何かとは、地下水溝に存在するキノコが散布している胞子ってないのか。つまるところ私はそう推論して、ふと前触れもなく視線を感じて俺は顔を上げた。部屋を見渡す、誰もいない。論文を読み始める前と変わらぬ様相だ。錯覚だったか。再び論文に見落とす。どこまで読んでいただろう。俺は文を落とし、不意にその走り書きを発見した。ページの片隅に本文とは違う乱雑な字体。同一 の手によるものであるようだが、言語も違う。本文は英語と山とが入り乱れているか、その走り書きはジャーマンだ。一息に書き切ったらしい一文。メインマチャパクリスタラナマホトハーバクリスタルナハト。過去妹の病の治療法を薬に求めてた時、医術の先進国であるドイツの言語はいくらかじったことがあった。当てにならない記憶をひっくり返してそこまでさらい、どうにかこうにか意味の通りを訳してみる。その一番おそらくこう書かれていた。我が大宝珠、水晶より何があったのだ。大宝珠、先の大戦で敗滅した、ダス・ドゥリッテ・ライヒの指導者が自ら称した存亡。そして水晶の夜、今通っていても理解は追いつかない。試作に没頭していた俺は何気なく質問を犯して、その存在に気づいた時、思わず見っこいわけかけた。はっ、少女だった。一体いつからそこにいたのだろう。ほんの数十秒前、室内を見直した際にはいなかった客だが、いやどうか見ていながら見過ごしていたこともあり得る。そんな化けた可能性も検討せねばならないほど、その少女には主張というものがなかった。ここにいるという主張、一個人であるという主張、それがない。人間らしき気配を6人換算、放散していないのだ。血が通い、心臓が脈動しているにしては、あまりにも無機質的が過ぎる。あなた。反応ゼロ。返答はもとより他の手段で訴えてくるのもない。彫像。突拍子もない思いつきを思い出す。しかしその考えすら一瞬はしかねた。少女の静粛さ、動作のなさは常識を逸している。俺はそろそろと指を伸ばし、少女の方に触れてみせた。柔らかい温かい。太陽のはずだ。やはりちゃんと生きている人間だらしい。声は無意味でも接触はしていきなのか、少女は目を瞬かせた。そのまま俺をじっと見上げてくる。いつまでも微動だにせずずっと。ん？どうしてか。ある少女の面影がそこに重なった。なぜ？理由のわからない幻想に困惑する。俺はまた黙って少女を見つめ続けるしかなかった。なんかあれ似てる、エミシーに似てるよな。エルフミーだし。ところでパンツの現在進行形はパンチングで良いのか。それ殴ってません。いいえ、そもそもそれはどんな動詞ですか。振り返る。長身のトカそこにいた。豊かなヒゲとギョロギョロ動く相棒がやたらと注意を引く。肖像を見た少女に比べると男はまさに人間だった。年齢は不詳、一見では初老と思えるが意外に若いのではないかと見思える節もある。さすがに30代ということはあるまいが、俺彼は俺をあっさりスルーすると傍らの少女を見合って破顔した。なんだここにいたのか、リトルガール。ま、人生は大概こんなものだな。青い鳥はいつだって自宅にいる。なくした財布は机の引き出しに収まっている。そんなものだ。こいつがリトルガールか。ちなみに青い鳥はツイッターから消えたぞ。さあ部屋に戻りなさい。もう子供は休む時間だよ。最悪だな。トイレを済ませて歯を磨いてパジャマを着て、はいはい、変なこと言わないでくださいね。はい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 、特に最後は大事だぞ。だベッドに入るのは大事だね。男の声にも少女が反応することなかったが、手を控えて促されると十字に歩き出し、奥の扉の向こうへと消えていった。それを見送ってヒゲの男は向き直る。僕にはかねてから不思議でならないことがある。何でしょう。なぜ人はパンツを履く。羞恥心。それは哲学に属する問題ですか。アダムとイブが一軸の歯を股間につけたことじゃない。そう言っても差し支えない。君は疑問に思ったことはないかね。人は生まれつきパンツを履いていたわけではない。にもかかわらず誰もがパンツを履く、まるで天命のごとくにだ、はあ、しかしその一方で
誰もがパンツを脱ぐではないか。パンツを履いたまま成功する者がいるか、パンツを履いたまま排便する者がいるか。はあ、漏れにはそれは背徳行為としてだろう。特殊な思考であることは認めます、うん、正常な人間はパンツを脱ぐのだ。ならば何故最初から脱いでおかない。わびさび履かなければ良いではないか。履いた方がまあ興奮することありますよね。ね、寝間着とか。なるほど、ネグリジェ的な趣旨は理解しました。そうか、君は僕に賛同してくれるのだね。いいえ。何？パンツを履いておくべきでしょう。影明の口からこれ言うのなんかやだな。なぜだ。今度は自分からお尋ねしますが、うん、いい年の男がパンツ履かずに歩いていたら嬉しいですか。君は僕を侮辱する気か。お答えください。右手に38口径、左手にパンツを持ってすぐに履けと命令するよ。なるほど。ではそうして男にパンツを履かせるのは楽しいですか。この会話何？最悪だな。この会話何？逆に女性のパンツを脱がせるのは人生の喜びだ。そういうことです。ん？誰もがパンツを脱いでいる世界で醜いものにパンツを履かせて回るのと、誰もがパンツを履いた世界で美しい人のパンツを脱がせて回るのと、どちらがより優れた人生か、答えは明々白々でしょう。影明、お前って頭いいんだな。俺バカだからわかんねえけどよ、キショイやつにパンツ履かせて回る人生より美しい女にパンツ脱がせまくる人生の方が確かにいいわ。俺バカだからわかんねえけどよ。ジーサスクライスト。男は吠えた。両腕を突き上げ天井を振り仰ぐ。すんばらしい。完璧だ。なってこった。長年の謎がついに評価した。エウレカ、エウレカ。ハレルヤ、ハレルヤ。僕はバカか。かなりの高確率で。言えたぎりではないにしても、途中から会話にノーズがついてこなくなったので脊髄反射で答えていたが、一体今のどこが哲学だったのやら。しかしね、それでもやはり人はパンツを脱がなくてはならんのさ。なんでだよ。性器を隠すのは羞恥心の証。羞恥心は知恵の源泉だ、うん、この小賢しい知恵というやつが我々を神のマスハテから遠ざける、はあ、これがある限り人は神に許されない。なるほど、確かに。いくら神を求めても、アダムとイブは人間に落ちたから、リンゴを食って落ちたから羞恥心を得たわけだしな。神を目指す者は裸であるべきだ。何もかも捨て去って祈る。さすれば神は昇り来たる。男はヤニアの動作で動き出した、机の向こうに回り古びたり成功し下ろす。そして空手を差し出し、俺にも椅子を進めた。港影明君だね。はい。あなたはウォルフだ。皆にはプロフェッサーウォルフと呼ばれている。プロフェッサーウォルフ、やはりこの人物が俺の署名を、大鳥隊員に頼んだという。大学で教鞭を取られているのですか。確かにそんな時代もあったが、今は違うよ。うん、世界中歩き回ったっけど、司令部の要請に応じて大和語の講義なんかをしているのでね、ここでは。へえ。それでみんな教授と呼んでくれるのだろう。先ほどから感銘を受けておりましたが、実に流暢な大和語です。あなたへの敬意は正当なものでしょう。ありがとう。だがね、僕が大和語の扱いに慣れているのは別に奇跡ではなく、ごくごく当然のことだよ。と言われると。簡単な話さ。何しろヤマトといえばパンツの国。なんで？いえ、事実無根である。違った。何しろヤマトといえば、あ、俺が言ってたやつ。パンツ履かない国。俺が言ってたやつ。もう昔は一応。違った。何しろヤマトといえばせっかく俺があったじゃんって言ったのに。
脈絡がなすぎると思うのは俺の気の迷いか。しかし剣ではこの人は剣の研究者か。その後分野は機械工学、流体力学工学、いやあるいはフォルクロアだよ。フォルクロア。こちらの内面の思いを読み取ったかのように放たれた一号を受け止め反芻する。それは独語の音階を有していた。フォルクロア、フォークロア、民族学。独語を英語へ変換、そして大和声に再び認識、再変換する。民族学。その単語を噛み締めた後、俺はもう一度部屋の中を見回してみせた。なるほど。戦国中途まで読んだ奇妙な論文も彼自身が記したものに違いない。大和を無視して人類文化における剣の意味を解き明かそうなんてお笑い草だろう。外国の方にそう言っていただけるのは大和人として喜ばしいことです。ああ、君たちは誇るべき文化を持っているよ。この狭い島国の中で狭い、よくぞこうまで独自の技術を発展させたものだ。まあありがたいし、その点において君たちは全欧州国家を合わせたより優秀であったかもしれない。恐縮です。しかし我々は産業革命という大偉業を成し遂げることも、その流れから剣の量産技術を開拓することも独力では果たせませんでした。まあそうだよね。では一長一短としておこうか。だがね、僕個人はあくまで大和の優秀性を評価する。いや、はあ、期待していると言った方がいいな。それは僕の望みを君たちが叶えてくれるのではないかという期待だよ。気のせいか、その君たちはこれまでと響きは若干異なるようになった。さて、要件を済ませてしまおうかな。要件？君を呼び出した要件だよ、もちろん。そうか、進駐軍の顧問教授は用もなく人だってやるの暇ではないだろう。当たり前である。呼ばれたからには何か俺に対して求めるところがあるはずなのだ。現在自分は捕虜としてまずまず妥当な扱いを受けていると考えております。そのため積極的に敵対する意図は有しておりません。教授のご要望が自分あるいは自分の関係者に著しい不利益をもたらすものでない限り、可能な範囲で善処をいたしましょう。まあそんな大げさな話じゃない。簡単な用事でね、すぐに済む。は、君は健康か。はい、おおむね身体機能に支障はありません。明日の朝になってみたらうっかりぽっくり言っていたりしないかね。まず大丈夫かと。なら良い、用事は済んだ。もう実質に戻ってくれて構わないよ。君をここまで連れてきた兵士が外で待っている。じゃあ明日の朝何かあるとか。要件とはこれだけなのですか。あなたは大鳥大尉にも自分を殺さず連れてくるよう願われたとか。なぜ自分の身命を気遣われるのです。よろしければお教えいただきたい。すでに教えたよ。君たちには期待している。はあ、さっきそう言っただろう。君の未来にグリューネドラヘ、グリューネドラヘの羽音が響かんこと。部屋をさらおうとした刹那、そんな言葉が背負った、どうかの土地の言い回しか。グリューネドラヘ、何なんだ。